え皆さんこんにちは命を守る参議院議員の川田隆平ですえ先週土曜日2日には命を守る会の総会ご参加いただいた皆さんそしてオンラインでもご参加いただいた皆さん本当にありがとうございましたえ本当にたくさんの方にご参加いただきまして地方議会の議員の方にもご挨拶をいただきました本当にありがとうございますあの本当に多くの皆さんに支えられて議員活動をすることができております。 本当にこうした皆さんの支え、本当にこのいつも感謝をしながら、自分の日々の国会活動をさせていただきたいと思っております。本当にどうもありがとうございます。会の方でも、その紹介をさせていただきました、私の活動と、そして私の今後の活動目標、活動計画、そういったことは、この会の方でも申し出させていただきました。特にですね、私が今取り組んでいるローカルフード法案。 特にこの在来種の種の保全と活用のために地域の農業や地域の経済をしっかり回していけるようなその元となるこの命の源である種を守るこの活動を通じて特に学校給食など子どもたちの食を通じたこの地域に対するこの地域に対する郷土愛であったりそれから この子どもたちがその自分たちの食べているものについてやっぱそれをやっぱこの関心を持ってこの食べ物について関心を持つということがやっぱ非常にいかに私たちがこの食べることが、まあ、生きることにつながっているのかと。 いうことまそして本当にこの私たちが職を大事にしていくことが本当にこの人生をも豊かにしそして地域を豊かにしていくことま本当にそういったことをまぜひ子どもたちに食育でもって伝えていくことができればというふうに思っておりますそして地域の農業やっぱり担い手が今不足してきていますのでまそうした農業にやっぱり 目線がいきそそしての子どもたちが農業にやっぱしっかりと従事することができるような環境を作っていくためにもこの公的な調達をしっかりと確保すると上でこの学校給食というのが本当に鍵になってくるということを思っております。 この千葉県のいすみ市や木更津市のように、まあ、本当にその前からですね、愛媛県の今治市、本当に全国でもこうした学校給食を通じて、この勇気の学校給食っていうのを作っていくことも、一つのこの健康のために大事なことだと思っています。也さんからも講演をいたただきました 円役さんの話もですね本当にこの金根菌というこの土の中の菌の話から始まってそして自分たちの体の腸の中の菌もつながっていてそうしたこの私たちが生きていく上で本当に必要な菌類との共生というものを通していた私たちの社会がいかに本当にこの今科学的な肥料であったりとか農薬であったりそういったものによって土もそれから植物も そしてて私たちのの体も蝕まれいいるのかととうこと本当にそれをやっぱりしっかりと転換させる上でアグロエコロジーというものがいかに持続可能な農業持続可能な地域持続可能な社会にしていくのかとそして私たちの人間の体もですね健康を取り戻せるのかと。 本当にこの金との共生というものがやっぱりできるかどうかということがやっぱり私たちの健康維持のためにも社会を維持していくためにも重要なことであるということを常に考えていかなければいけないと思っています。特にこの食の問題は本当に奥が深くまだまだ私もまだ取り組みが浅いですけれども是非こういった食を通じて人の命やそして環境 そして私たちのま地域や経済をしっかり良くしていくための活動をぜひ公的なえところができるようにしていくための法律であります。えこの在来種保全と活用法案、ローカルフード法案、えぜひ今国会で。 成立に向けて超党派の皆さんに働きかけを強めてこれから頑張っていきたいと思っていますその決意を語らせていただきましたこの命を守る会の総会の方もぜひ皆さんにまた共有できるようにと思っておりますので国政報告ニュースや ブログそしてまた動画でもまた配信できるようにと思っております皆さんにまた引き続きご視聴いただきますようよろしくお願いいたしますそして今日は決算委員会決算委員会での質問に立たせていただきます決算委員会ではデジタル庁の問題それから消費者庁の問題も人事に関わることですねそしてさらには 今コロナワクチンの被害ま本当に多く出てきてしまっていますこのコロナワクチンについての見解を新しくまワクチン大臣を兼務することになったま官房長官に話をしていきたいと思っています今日も決算委員会頑張りますのでそちらの方もまた見ていただければと思っておりますこれから決算委員会ですよろしくお願いいたします今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございましたよろしくお願いいたします